動物や動物園の魅力を伝えることができた時です。動物たちが生き生きと過ごしている、ズーラシアに来て動物園の見方が変わった、そんな言葉をいただくととてもやりがいを感じます。はい、今の仕事のやりがいはもう本当に毎日毎日大好きな動物たちと過ごせることが本当にやりがいに感じています。すごくいい状態の動物をお客様に見せられるということが仕事のやりがいです。担当の動物の木登りカンガルーはまだまだ皆さんに知られていない動物なので、ここで見てとても可愛かったとか今日見れてよかったって言われることがとても嬉しいです。私はまだまだ、一人前にはなっていない半人前の飼育員ですので、今後いろいろな技術ですとか知識をどんどん吸収していって一人前の飼育員になれるように頑張りたいと思います。私今までまだトレーニングを詳しくやったことがないので、今後は今担当しているサルたちのハズバンダリートレーニングに力を入れていきたいかなと思っています。私たちの生活の中で世界中の動物たちに出会えることってとっても素敵なことだと思うんです。動物の魅力や野生での現状、自分たちとのつながりなどを考えるきっかけになりたいです。今後の目標は、やっぱり動物園はお客様に動物を見せる以外にもその動物を増やしていくことがやっぱり目標にあるので、今は自分の担当動物の繁殖を目的に頑張っています。私のようにですね、縁がどこでつながっているかはわからないので、いろんなことに積極的にチャレンジしていって、人脈を広げていってもらうことがこの道に進む一番の近道になるんじゃないかなと思います。いろんなことに興味を持っていろいろ調べたりすることで疑問を感じて考える力とかも作れると思うので、いろんなことに興味を持って頑張ってもらいたいと思います。周りから与えられることをただ待っているのではなく、自分が目指していること、やりたいことにしっかりと向き合って、実践していくことが大切だと思います。周りにはたくさんのチャンスや可能性があることに気づいてください。一日一日を大切に応援しています。動物園って実は子どもたちだけではなく大人の方もワクワクできるところだと思うんです。なので動物園が楽しみながら学べるところとして、より多くの方に来ていただけるように頑張っていきたいです。